皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。芸術の秋、本当に、秋がやってきましたけれども、今日はちょっと雰囲気がですね、大人な感じでお送りしたいと思います。いろんなアーティストの方が出ていますけれども、そのジャンルは本当にいろんなジャンルですね。けれども、本当にその目指している、賛美っていうのは本当に神様一人だけに、向かっていると思います。今日のゲストのまず1曲目どうぞお聴きください。Coming for calling me home, sweet love, sweet cherry heart. Coming for calling me home, sweet love, sweet cherry heart. Coming for calling me home, sweet love, sweet cherry heart. Coming for calling me home. All right, you go.帰ろしゅの家にほら馬車が来る僕ら迎えにさゆらゆらりと帰ろしゅの家にほら馬車が来る僕ら迎えにさ僕ら迎えにさ僕ら迎えにさ。はい、ということで今日のゲストは木村元一さんです。こんにちは。ありがとうございました。あ、本当に素敵な歌声。そうですか。はい、かっこいいなと。ありがとうございます。1曲目お届けしたのが、黒人霊歌の、スイングローっていう。そうですね、もっとゆっくり歌うんでしょうけど本当は。あ、ロー、スイングローっていう、はい、ゆっくりだから、ゆっくりな、はい。あの木村さんは、今、湘南に住んで。そうですね、海の近くで、はい、あっちの方に住んで。なんかそっちの香りが。ああ、そうです。しますね。そうかもしれないです。はい、なんか海が似合うというか。うん、はい、ありがとうございます。あのいつから音楽活動はされてるんですか。音楽活動はですね、あんまりしてないです。こういう時に、はい、純さんとかに呼び出されてやるぐらいで、基本的にはやってないです。もうなんか本当にそういう、はい、あの気楽な感じが、まあ、そうではないですね、続かないんで。いや、そこがこう歌に表れてすごくいいなっていうふうに思ったんですけど。はい、ありがとうございます。あの元々は、はい、楽器がドラムをされてる。そうですね、叩くのが好きで、はい、それはもう、うん、あの小さい頃からというか。あ、いえいえ、大人になってドラム自体は結構遅く24とか5とかだったんですけど、はい、でもあのジョーズとかの、うん、あの映画のサントラを聞いてドラム叩いてる振りなんかをちっちゃい頃からしてたみたいな。そうなんですか。うん、ジョーズ、まあ、それがあのダーダーって、ね、はいはいはい、あれで練習してたんですか。ドラムは好きですけどね。その他に、はい、なんかギターも。ギターは伴奏程度ですけどね、はい、でももう今日みたいにやっぱりいつもジョーさんが弾いてくれたらいいんではないかと。いや、素敵でしたね。かっこいいでしょ。はい、はい、木村さんは、まあ、クリスチャンになられたのはどういうきっかけだったんですか。まあ、あのクリスチャンホームに育ってはいたんですけど、きっかけね、うん、まあ、ちょっと事件みたいなことがあって、はい、ボコボコにされて。そうなんですか。助けてください、みたいな感じですかね。はい、でその時に本当にもう必死に神様を求めて、はい、うん、そうですね、いるのかっていう叫びみたいなね、はい、うん、まあだから
それまでがクリスチャンじゃなかったっていうことに気づいてびっくりしたかな。本当にこう救われた瞬間っていうのは、それまでほら、はい、キリスト教徒だったわけで、うんうんうん、家が一応あの家族がクリスチャンホームで育って、ね、はいはい、一応教会とか行かれてた、もうね、もう全部一応 やるだけやって、はい、だけど本当に出会ったのがそういう本当に必死な、ね、19ぐらいの時ですかね、でそこから本当にどういうふうにやっぱり変わりました。まあだからやっぱりこう聖書そのものがなんていうかその絵画みたいな感じなんですよね、うん、多分その頭の中ではそういうもん見て育ってるし、うんうん、イエス様こんなでっかい聖書持ってゆっくりこう白い服着て歩いてるみたいな、うん、自分の中でそういうイメージあるじゃないですか、イメージがあって育ってて、はいはい、そんなもんじゃなくてこうもうドロドロしたね、うん、ところにこうあなんかこう近づいてくる感じがね、うん、その時にあってまあ良かったですね、信じてありがとうございます。なるほど、はい、じゃあもう早速次の曲に入っていただきたいんですけれども、次の曲の紹介をしていただきます。そうですね、次の曲はですね、ですね、何だったっけな僕はあの彼がいないと次がわからないんです。じゃあ次の曲はいい曲です。いい曲ですね、来ますんで。じゃあ期待してまた、はい、中村ジョーさんの、はい、ギターのサポートで、そうですね、はい、介護が必要なね歌い手ですから彼が助けてくれます。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。Loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones still in the Lord, they're weak, but He is strong.Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.Loves me
just loves me。The Bible tells me so。 おやすみ。まあジョー君のこのアレンジで、このシュワルアイスが、子守歌になった瞬間というか、まあいろいろ進学校行ったり伝道したり教会やったり、教会やったりってね、変な言い方ですけど、はい、いろいろやるんですけど、まあ、結局こうこの歌で落ち着いて眠れるかなっていうところですかね、僕は。まあそれがなかったら、まあ何なんだろうっていうところだと思いながら歌ってます。シュワレはいいですね。ね、これですね。これをちっちゃい子供にこうまた歌える日がね、うちのチビたちもう大きくなっちゃったんであれですけど、ちっちゃい子たちに歌えたらいいなと思いつつ、またぜひ一緒にやりましょう。じゃあ次の曲は、雨という歌です。まあ乾いた時代なんで雨が大事かなって、まあ、最近は暴力的な雨もあったりするんで、雨っていうとちょっと怖くなったりするかもしれないですけど、でもやっぱ水が必要だと思うんで、天からの雨をね、この心に降らしてもらって乾ききらないでいきたいなと思いながら歌います。
素晴らしい、本当に癒される本田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に読んでいただいて、シュワレオアイスとあと雨っていう、2曲続けてお届けしたんですけれども、いやなんか本当にリラックスしたっていうか、そうですね、はい、本当になんか先ほど言いましたけど、小さい子供に子守歌のように歌ってるのがすごい印象的でした。ありがとうございます僕も実はあの去年3人目が生まれまして、いやいや赤ちゃんがいるので、聞かせたいなと思っちゃいました。ぜひぜひ。そうですか。木村さんもお二人、はい、お子さんが。そうですね、二人いますね、はい、もう大きいんですか。10歳と8歳だったんですかね。はい、じゃあ8歳の下のお子さんが私の、一番上の子と一緒ですね。いやいやいや、それはそれは。なんかね、優しいパパだっていう。まあ聞いてみないと分かんないですよね。海外にね。いや、なんかいいなっていうふうに思いましたけれども。はい、普段は、上野にある、はい、慶友学園の今、はい、学園長をされてるってこと。そうなんですね。気づいたら学園長になってました。どういう、きっかけでそういう、まあ僕自身がね、学校に、まあ病気で、長い間、まあまともに行ってないっていうことが理由じゃないかな。理由っていうのは僕の側の理由っていうより多分その、神様がね、だからその、比較競争の中で僕生きてないんで、その、彼らがね、来てもこう比べたりとか、しなくて済むし、学校行けないことにこう、なんていうんですかね、あんまりこう、後ろ向きなものはなくて、まあ、病気自体が後ろ向きですけど、でも学校行けないことぐらい、ね、なんだよっていうようなところもあるので、いいですね、なんかそういう、はい、学園長っていうかトップの方がいらしたら、はい、なんか学生も少し本当に、なんか、共感が持てるというか、受け入れられているようなね、気持ちになるんじゃないですかね。っていう学校っていうのも皮肉ですけどね。そうですかね。だから学校に行けなくてもいいのに学校をやってるみたいな、ね、なんかこう矛盾を感じながらやってますけど。まあ特別なそこで使命がね、はい、きっと。そうですね。それはあると思います。はい、今後の、まあ、その音楽活動といいますか、まあ、いろんな働きの中で、はい、なんかビジョンとかっていうのはありますか。実はその音楽、ワンミュージックっていう働きで、まあジョー君もメンバーでずっとやってくれてて何人かいるんですけど、ワンミュージックっていろいろやってて、音楽でだけではなくて、今それこそまあうちの学園は中高生主体にやってるんですけど、でも子供をぜひやりたいと。っていうんで、この間、子供聖書大学っていうのを立ち上げたんですよね。子供聖書大学。子供聖書大学。ちょっと待ってください。子供の大学ですか。子供聖書大学。子供っていうのは小学生とかではなく。いや、だから、小学生から、中学に入る手前ぐらいまでの子供たちのために、はい、今その、教会で CS ができないとか、あとね、4割、5割ぐらいの教会がもう子供が、全然いないとかっていう話を聞いたときに、なんかこう、ウェブ上でこうサンデースクールができるようにしたいなと、いうことで、協力者がですね、与えられて、これからこう、ロック化したりして、で、まあ、イメージとしては、地方にいる小さな教会の、例えば母子家庭で、教会にサンデースクールがない、お母さんが必死に子供にこう聖書を教えたいんだけど、もう目いっぱいっていう家庭をこうイメージしながら、はい、今準備してるんですよね。あ、そうですか。まあ、その人たちにこう届ければいいかなっていうふうに、子供をこうワンミュージックはこうやっていきたい。面白いですね。そうですかね。ね、まあ、音楽なんていうのはなんて言って変ですけど、なくならないじゃないですか。でもその教会の中に子供がいなくなるとか、そういうのはちょっと耐えられないっていうかね、あ、結構意外な感じがしました。そうですか、ね、はい、なんか青少年に
対するミニストリーっていうことは、聞いてたんですけども、はい、それが本当に今子供に向けられてるっていうのは、そうですね、なんか時代のニーズとかそういうのもあるんでしょうね。あると思いますね。塞ぎ込んでしまう年齢がどんどん下がってると思うんですよね、孤立しちゃうか。そうですね、なんかいじめだったり、はいはい、いろんな問題がありますからね。だからその前に何とか届けられるものがあるならっていうところですかね、まあ、それぐらいもしやらせてもらえるんだったらぜひやりたいなと。まあ、最後に皆さんにお聞きしてるんですけども、はい、もう賛美は木村さんにとって、一言で言うと何でしょう。賛美はですね、まあ、一言で表せないと思うんですけど、そうですね、賛美はね、一言で言うとなんだろうな、よくわかんないですね。もう本当大きすぎて、もうたかが賛美、されど賛美っていうか、一番使い方を間違っているものがあるとしたら、まあ、音楽、もともとこう上にね、矢印向けてやるためにこう与えられたもんだと思うんで、その矢印が上に向いてるかどうかっていうのは、どんな音楽であれ大事かなと思いますけど、それが賛美なのかどうか僕は分かんないですけど、僕が歌うときはやっぱこう上向いているかどうかっていうところで、まあやらせてもらいたいかなと思ってますけどね。なかなか難しいですけどね、いろんな状況あるんで。はい、すいません。人にではなくて本当に神様に向かってっていう、その気持ちの方が、そうですね、音楽のスタイルではないってことですよね。そうですね、一緒に歌いたいじゃないですかね、はい、歌詞がどうであれ、一緒にこうね、そんな感じですかね。はい、本当に今日はありがとうございました。また頑張ってください。ピアノ最高で、ありがとうございます。番組を、ご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。今日も本当に素敵な、ゲストの方を、お迎えして、音楽をお届けしたんですけれども、本当に先ほど、木村さんが言っていただいたように、本当に賛美っていうのは、神様に、向けて、その心が、大切だなっていうふうに、感じました。皆さんも本当に、見ておられるテレビの前で、その心を神様に向けて一緒になってこの演奏を聴いていただけたらと思います。今日はボーナストラックでですね、もう一曲この後演奏してくださいますので、どうぞ最後まで、お聴きください。CGN テレビでは皆さんからの、リクエストをお待ちしております。ぜひ、この番組をより良くするために、皆さんからの、本当にお便りを、生の声をいただければと思います。またでは次週、お会いしましょう。ありがとうございました。許したまえ。
せず、すべての悪から清めてください。栄えとはすべてあなたのもの。